山口敏太郎の食いしん坊、今日はですね、たい焼き屋さん神田だるまというお店なんですけども、小川町にあります。小川町にあるけれども神田だるま、たい焼きが名店としてうまいんですけど、きなこ餅もかなり自信があるみたいです。わらび餅も自信があるみたいですね。こういうなんか変わった、これパッケージに入ってます。これ二重になってるんですね。で、きな粉も特殊な袋に入っていて、かなり丈夫な袋に入ってました。うん、かなり粘っこいです。粘り気がすごくて、きな粉がかなり乾燥してますよ。乾燥具合がちょうどいい。うん、この粘り気が効率よくきな粉を絡め取るんですね。ほんとつきたてのお餅みたいに粘ります。それが絡め取って、特殊な包装紙に入っていたきな粉とよく絡みます。きな粉がパリパリ、結構乾燥してますよ。押村くはわらび粉の味をもっと強くしてくれた方が、うん、よりいいかなといった感想が正直な感想です。でもこれはかなりレベルが高いと思います。